今回は神戸で買ってきたお土産を紹介します。前回南京町食べ歩きの動画をアップしましたが、神戸には中華街以外にもおしゃれなお店が立ち並ぶエリアで人気のお土産もたくさんあります。とても迷い5つ購入してきたので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに紹介するのはトミーズ安食です。阪急三宮駅西口より高架下に西へ徒歩1分の場所にある約2坪の小さいお店のパン屋さんです。神戸市はパンの消費量が全国1位でパン屋さん激戦区と言われています。しかし1977年から続く老舗のパン屋さんで、47年経った今でも神戸市民に愛され続けているそうです。神戸市に5店舗あり、調理パン、菓子パン、食パンまでたくさんの種類のパンが並んでいます。その中でも特に人気なのが、食パンの中に粒あんが練り込まれている安食です。北海道の小豆を使用した粒あんと生クリーム入りのふんわりクリーミーな食パンが合わさっている、神戸の人なら誰でも知っている大人気の食パンです。ずっしりしたかなり重みのあるパンです。カットしてみると耳の近くまで粒あんがたっぷり練り込まれています。買ってすぐだったのでそのまま食べてみましたが、ふわふわでもっちりした生地にあんこの甘さが絶妙にマッチして美味しい。耳部分も柔らかく、このままでも十分美味しく、かなり満足感があります。せっかくなのでトーストしてバターも塗って贅沢に食べてみました。トーストするとしっかりした歯ごたえの中に、温めて甘みが増したあんことバターの塩気が悪魔的な美味しさ。私は絶対にトーストして食べる方が美味しいと思います。厚切りにして贅沢に食べてみても、かなりボリュームがあるので食べきれないと思いましたが、消費期限は4日間で、カットして1枚ずつラップして冷凍保存すると約1ヶ月保存できるので、 1.5 斤を丸々買っても全然食べきれちゃいます。どの角度から食べてもあんこの味を満足に味わうことができ、あんこ好きの人なら絶賛する美味しさです。家族へのお土産で買って帰ると絶対に喜んでもらえるお土産です。次に紹介するのは観音屋デンマークチーズケーキです。中華街の近くに観音屋元町本店があります。1975年創業の上質なデンマーク産のチーズにこだわったチーズケーキが人気のお店です。神戸元町はハイカラ文化が根付いていて、異国情緒あふれる町です。そんなおしゃれ好きが集まる神戸で約50年続いている観音屋は、お子様からご年配の方まで幅広い人気があり、今では神戸を中心に11店舗あります。今回看板メニューのデンマークチーズケーキを購入してきました。一つ一つ丁寧にケースに入っていて、開けてみるとスポンジの上にチーズが乗っているチーズケーキです。上に乗っているチーズがデンマーク産のチーズで、香りやコク、風味がしっかりとしながらも味がすっきりしているのが特徴です。常温で持ち運べる商品で、トースターで温めてから食べます。温めるとチーズがとろけると同時に、焼きたて特有の芳醇な香りがふわっと広がります。食べてみるとチーズの程よい塩気とスポンジのほのかな甘みがマッチして、とっても美味しいです。このまま食べても十分美味しいですが、蜂蜜をかけて食べてみると塩気が強かったのがまろやかになり、甘みが増して美味しかったです。焼かないといけない手間がありますが、一般的なチーズケーキを想像しているのと全く違う美味しさで、ここでしか味わえない味です。箱入りは4個、6個、8個で1
庫からも購入することができます。神戸の定番のお土産ですが、食べたことがない方は一度は味わってほしい絶品スイーツです。次に紹介するのはパティスリーモンプリューモンコパンです。こちらも中華街から歩いて行けるところにお店があります。神戸にはたくさん洋菓子店がありますが、その中でも特に人気のあるフランス菓子店です。店内には美味しそうなケーキや焼き菓子がたくさん並んでいます。その中でお土産に人気なモンコパンを今回購入してきました。可愛い箱に入っていて、中を開けてみると一つ一つ丁寧にキャンディーのように包まれている3種類のガトーショコラが入っています。モンコパンとは私の彼という意味だそうです。3種類すべて開けてみると、すべてふわふわのガトーショコラで、左からスイート、ホワイト、ミルクの3種類です。まずはミルクから。キャラメルの味でコクがあり、甘すぎずちょうどいい甘さです。2つ目はホワイト。レモンの味と香りが爽やかで、ミルクより甘さが強いですが、レモンの酸味と合わさって上品な甘さです。3つ目はスイート。一般的によくあるガトーショコラに一番近い色と香りです。ほろ苦さがありますが、一番チョコを感じれます。3種類ともしっとり柔らかな食感で、口に入れるとスーッと溶けてショコラの余韻を楽しめます。とても上品で繊細なガトーショコラです。9個入って1750円はとても安いと思います。特別な方へのプレゼントやお土産に、おしゃれで神戸らしいのでおすすめです。次に紹介するのはカフェフロインドリーフスイートハートです。新神戸駅から徒歩10分の場所にある、教会をリノベーションしたおしゃれなお店です。 NHK の連続ドラマ風緑のモデルになったそうで、1924年創業の今年100年を迎えた老舗のパンとケーキのお店です。創業者が日本にドイツパンを広めた人物として、神戸を語る上で欠かせないお店の一つで、1階はケーキや焼き菓子、パンが売られてあり、2階はカフェです。店内は真っ白で清潔感がありおしゃれです。ケーキやパンもたくさん売られてありましたが、今回は看板になっているお店の看板商品のパイを購入してきました。スイートハートという商品で、豚の耳をモチーフにしたパイです。豚の耳はドイツでは縁起のいいものとされ、耳や耳パイとも言われています。大中小とサイズがありますが、お土産にちょうどいい中サイズで、開けてみるとバターのいい香りがします。食べてみるとサクサクで、たっぷりバターが使われているのでとっても美味しいです。シンプルな材料で作られているそうなので、味もシンプルで手が止まらなくなるぐらい美味しいです。神戸ではかなり知名度のあるお店で、神戸阪急と神戸ライバルの百貨店でも販売されているので、神戸でしか買えない100年の歴史があるお土産にぴったりの一品です。最後に紹介するのは一貫楼豚まんです。神戸市内にお店は7店舗あり、今回は阪神電車神戸三宮駅の構内にあるお店に行ってきました。駅の構内にある店舗なので、とても小さい店舗ですが、豚まん以外にも餃子やシューマイなども売られています。しかし今回は看板商品の豚まんを3つ購入してきました。ケーキが入っているかのような
とても可愛い箱に入っています。一貫楼の豚まんは凝りすぎずシンプルを極めることを大事にされているそうです。豚まんといえば大阪の551が一番馴染みがあるので、持った感じは大きく感じることはなく、軽いサイズ感の豚まんです。神戸から持って帰ったので蒸し器で温め直して食べてみました。レンジでも温めれますが、やっぱり蒸し器だと出来たてのようなふんわりとした仕上がりになります。熱々のうちに食べてみると、生地はもっちりふわふわで、中のあんは玉ねぎがたっぷり入っているので、玉ねぎの甘さと肉の旨みがとてもいいバランスで美味しいです。からしもついてくるのでつけてみると、豚まん自体がシンプルな味なのでパンチがあり一層美味しくなります。私の一番のおすすめはからし醤油です。生地が優しい甘みのある生地なので、少しつけて食べるととっても美味しいです。すべて手作りで作られているので数に限りがある商品です。こちらの豚まんは個人的には優しい味付けで、まさにシンプルで美味しい豚まんです。豚まんは一つ食べたらお腹いっぱいになると思いましたが、これは二つは余裕で食べれちゃいます。お子様でも美味しく食べれる味付けで、少し小腹が空いた時などにちょうどいいチビ豚まんも売ってありました。購入してから冷蔵庫で3日間、冷凍もでき10日間保存できるので、せっかく神戸へ行くなら多めに買って帰るのがおすすめです。神戸らしい上品な味付けの豚まんなので、神戸土産として絶対に喜ばれると思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。神戸は新幹線でも行きやすいので、観光と一緒にこの動画を参考に美味しいお土産を買ってみてください。この動画が良かったと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。